人類の中にセブンスと呼ばれる特殊能力を持つ者が現れ始めた近未来、この国では巨大企業スメラギグループの統制により大きな混乱もなく安定した秩序が保たれている。飛ばしアームドブリー。今作の主人公である14歳の少年、通称 GV と反スメラギを唱える武装組織フェザーの仲間たち、同胞を苦しめるなどデーボンの布教、方法はなかったんだ。いいだろ、手っ取り早くて。 EC エネルギーの残量には十分に気をつけてね。 2D アクションはここまで進化した。覚醒する新たな力、パークカイバーライトニングスビア。素材アイテムを集めれば新たな装備を開発可能。より多くの素材アイテムを獲得するにはクリアタイムとクードスと呼ばれるコンボ値が重要となる。ガンボルトに思いを寄せる少女シアンとその能力が具現化した存在モルフォ。頑張って自分立ちはだかる強敵たち、ワームホールを操るメラ。マジではないかな。ライトスピードの能力者イオ。全てはこの国の栄光と五国のために。炸裂するエクスプロージョン、デイトナッケ。俺らみてえな孤独に対して世間様は冷て。マグネティックアーツを使えて彼ら本気の起源と戦えるのだ。何の意義もござらん。禁断の力アンリミテッドアリムス、キングス。私はただこの力を使いたい。暴走するザ・ライブ、ストラトス。たまらないな。謎に包まれし判定愛を感じるよ。白き鎧の復讐者アキュラ。断罪するのはこの俺だアムドブル。スメラギの能力者を滑る少年シデン。悲しいね、またフェザーの連中の仕業かい。襲い来る数々の強敵を前にダンボルトが掴む未来と。ガンボルト、それは青き雷帝が導く新たなる神話。